と中身入ってる。よっこらせ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 。はい。今回は35リッター。よいしょ。ご視聴ありがとうございます。森ファミリー。とちゃんとさっちゃんです。キャンプ来ました。冬キャンプです。あったかいな。太陽出てるとあったかいな。昼間はあったかいね。ブルブルせえへんな。ブルブルせえへん。いやー気持ちいい。そうだね。昼間はあったかいね。うん。で、ふもとから来たんですけども、目の前。よかった。今日晴れて富士山見れてるし。明日が雨とは思えない。うん、で今回モーリーファミリー冬の車中泊仕様で1個で車載冷蔵庫を持ってきたんですよ。それが35リッター、ロック&ロッカーさんというメーカーさんから発売されている TAW35 という35リッターの2室型の車載冷蔵冷凍庫になります。開封編とちょっと準備をしないといけないことがありますので、そういった部分を先に取ってきてますので、そちらを先にご覧ください。これがね、家に来た状態、開封した状態、箱から出した状態でこの状態です、うん、と拡張バッテリー、ここを取ってなんかね、ネジ止めとかしないといけないらしくって、付属品の箱が入ってて、この中に入ってました。うん、ので早速取り付けてしまいましょう、はい、でメーカーさんに聞いたら、もうこれは届いた時点で取り付けてもらうっていうのが標準って言ってました。これがね、ついてる、ちゃんとドライバーとネジと全部ついてます。あと、はい、PC で使う用のケーブルと、あとこれが AC やな、あ、これか AC 2個セットか、これで AC か、はい、AC と DC です。はい、そうですね。もうネジ穴が全部あるので、もう簡単だと思う。押して閉める。押し8割、7割、閉める。いかがでしょう。お疲れ様です。よし。オッケー。取り付け完了。今家にある冷凍品はこのぐらいのやつですね。これ多分冷凍では大きめのパックやと思うんです。我が愛用の、そうそう、これで手で入れれるかな。あれだったらさ、横に入ってくれたら一番いいのにな。パックがてかこれ取ったらいいんちゃう。せや、この一番大きな冷凍のパスタとかだったら多分ね、カゴがあったら入りにくいけど、カゴなしだったら縦にぴったり。これ普通のあの日清焼きそば、だいたい100円ぐらいで売ってるやつ。これも縦入れで。だいたい冷凍品ってさ、あの横に入れるよりも縦に入れといた方が何かとほら探しやすいしっていうので、私らどっちかっていうと旅の時にさ、冷凍品に頼ることもあるから、これやったら冷凍品も 1,2,3,4,5,6,7,8 やから4食分だし、氷も入れれるしな。うん、いいやん。この小さい方、10リッター弱かなっていう風に思われる方は、冷凍も縦入れでこんな感じで入ります。これが 1.5 か、そうそう、 1.5 は縦入れできます。 OK、 2リッターの水ももちろん縦入れできます。閉まりますか、バッチリ。おー、いやん、いいね、この使い方ありやな。ね、縦入れできるのがやっぱありがたいね。ちなみに横入れは、お、もしかしてこれ、ま、はい、カゴ取って、また我が家の使い方、カゴなし、我が家の使い方、はい、入ります。カゴなしやと2リッター横入れできます。素晴らしい、いいよ使い勝手。そういうことは丸も、あ、丸ギリギリノーです。ちょっと高い、ね、お前や、そっか、三ツ矢サイダー的な感じのやつは横入り無理だ。ちなみに、うん、これもまあ同じあれやから入らんかな。あ、
押し、うん、縦です。コーラも横無理、縦です。そしてビールは1、2、縦入れは2本までやな。そうやな、うん、冷蔵だと横はでもちゃんと入らんから、顎抜いて入るんじゃん。抜いてみ入るやん。おお、カゴ抜いたら、皆さんカゴ抜いたらまあまあ入ると思う。せやな、1、2、3、4、4やな。ってことは3、4、12本入る。500でしたら横入れでこっちが8本入るね。あ、1人やったら十分やん。全然十分どころか。大きい方の庫内には水抜き用のこの栓ついてます。使ったことないね、私がね。いつも拭くから。俺はあれ、掃除するとき。あ、ほんと。で、ちっちゃい方はこんな感じ。カゴなしだと、ビールが1、2、3入る。こちら、まな板です。結構ね、他のブラッドさんでもまな板ついてるけど、はい、ここに乗せて、ここで調理することができます。はい、ちょっとしたときに便利やね。でもちろんこれ大会100個なんで、はい、ドーン、はい、これ栓抜き。あ、そうそう、栓抜き、うん、右左変えれるっていうやつ。右左ってかこっちにしろ、開け方がいいと、うん、はい、もちろんドアが取れて反対側にこういう風につけることができます。まずこっちの穴に差し込んで、その後こっちの空いてる方の穴に、うん、空いてる方の穴にこのまま差し込むと、はい、はい、反対向き、はい、反対向き、はい、こんな感じ。これ便利よな、置き方が決まるから。そう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 、蓋の開け方を決めれる、ね、うちはちょうどハンドルが今の置き方が良かったから、うん、こっち開けね、うちは良かった。はい、ここにね DC12V24V って書いてるんだから、ここに入れます。でこの先っていうのはポータブル電源用意してるので、ここに差し込みます。電源はね一発でポンって押すだけでつきます。でこれ2室型の冷蔵庫、冷凍冷蔵庫になってるんで、左と右のそれぞれの温度が表示されてます。温度変えるときはプラスとマイナス長押し、どっちか、うん、多分変えられるような、この状態でピカッとピカッと点滅してる間に、うん、やってますと、こっち、はい。でうちはちっちゃい方を冷凍、大きい方を冷蔵にしたいから、右がマイナス18、左が3、うん、にしてください。左が3の、これが18、はい。で何もしてない状態で設定ボタンを押すと動作のモードを変更できます。エコモードとマックスモードって、冷やす用のモードとこの電気を効率よく使うモードと、で今エコになってるんですけど電源つけてすぐやから、はい、マックスに切り替えて設定ボタンを押して、ロックアンドロッカー。続いてバッテリーです。これはね別売りバッテリーとなっておりますが、下にね、下の概要欄にあのリンク貼ってましたので、よかったらねバッテリーも込みで見てみてください。さあこのバッテリーですが、 176Wh のバッテリーです、うん、これ規格製品なんで結構いろんなメーカーさんもみんなもこの形で売ってる。でしかもアマオンもさすが 176Wh、 冷蔵仕様で10時間から12時間ぐらい、なんで冷凍やったらまあ半分って思ってもらった方がいいかな。6時間ぐらいは動くんじゃないかな。でこれを入れる場所ですが、こちら側です。コンプレッサーがついてる方なので、よいしょ、お、ここっす。
ここにこのまま入れて、よし、光りました。今庫内を冷やしてる状態なんで、これ多分充電になってないんですけど、庫内が冷え切ったらここのランプが点滅して、このバッテリーが充電されるようになります。でこれね、その電源がないところで使えるようにっていう意味合いでメーカーさんこれを発売されてらっしゃるんですけど、うち的には普段はまあポータブル電源から取って使うんですけど、もしポータブル電源の電池がなくなったりとか、なんか電圧効果が起きたりとかして不安定になった時に、この電池入れとけば、なんかまあここ引っこ抜いても動くんで、もう一応まあ予備としてこの電池を入れておくっていうのが結構ね便利です。ソーラーっていうポートがあるんですけど、この冷蔵庫、この今使ってる DC の充電と一般的なコンセントに挿す AC アダプターの充電と、このバッテリーの駆動に合わせてソーラーからも電池を電気を供給することができます。でソーラーは、この電池がセットでないと使えないということでした。なので、まあ、駆動しながら電池に充電するっていう使い方を想定してるみたいで、なので 4Way か。この DC ソケットから動くシガーソケットと AC アダプターと電池とソーラーで動かすことができます。さあちゃん、ここ映して、タッチセンサーつけて、ここに Bluetooth マークがございます。この車載冷蔵冷凍庫さん、アプリに対応しております。で専用のアプリがメーカーさんから出されてて、無料で利用できるんですけど、来た、こんな感じ。冷蔵庫のこのまま行ってピッピ押さなくても、電源さえ入っていればアプリで操作できるのと、今のこの稼働状況を見れるっていうのもかなり便利な感じですね。これ、はい、ロックっていう機能がアプリになって、これを使うと、はい、ハードスイッチの機能を使えなくすることができます。素晴らしい。これ結構ね、出し入れするときにこうやってね、これ感圧センサーなんかな、結構当たるとこれで温度変わったり電気が切れたりとかするんで、まあ、アプリ使ってこのロックをしとくっていう機能がめっちゃ便利で、大体多分ね、いつももう使うときって温度設定固定だと思うんですよね。冷凍も冷蔵も、うちはもうずっと固定にするんで、もう基本的にはこれでロックしちゃうっていう使い方が便利かなと思います。ロック解除、これで触れるようになりました。ということで、初めの冒頭のね場所に戻りたいと思います。さて、じゃあこれを持って旅に行くぞぽいやん、ね、はい、行こう。解除。二室型で、こっち今冷蔵、こっち冷凍で使ってます。カゴがついてるからこんな感じで、うん、これぐらいのサイズが入る、うん、もう結構入るで、氷にちょっとしたもんぐらい、うん、だからうちみたいにあの冷凍食品とかいっぱい入れたら厳しいけど、ね、こういう普通の氷とか肉、うん、凍らせるお肉とか、まあ、アイスとかちょっとしたもんやったら少しぐらいやったらね、全然いける。で冷蔵20リッターぐらい入るかな。まあでもこれ冷蔵も多分2日分とか全然いける、3日分ぐらいは余裕が入る、うん、超余裕。冷蔵が5度、うん、今5度、5度設定で今1度になってるね、ちょっとしっかり冷えてる感じ、うん、でこっちが18度、18で、うん、まあ、じゃあね、マイナス18度設定で冷凍はマイナス14度、結構いいねこのサイズ。やっぱりで一応ね、今コタ電から電源供給をかけて AC でつないで使ってるんですけど、まあ、念のためこの外付けのこれです、うん、バッテリーも挿してあります。夜寝てから朝起きるまでにもし電気の供給が切れた時のための保険っていう意味合いでうちはこれを挿してます、ね、今ちなみに幕内こんな感じで置いてますが、幕内の中ヒーターの横にちょっと冷蔵庫置いてるから、あそこちょっと後で変えないといけない。いやでも火は当たるようにしてるもん。ちゃんと、うん、でいける、全然いける。使ったやつこれも入れとこ、こっち冷凍庫だった。たまに間違える、くせえ冷凍庫と冷蔵庫。
もういいやな、うちとしては大きめの2人乗りのハイエースだからこそできる。私の寝る場所だけね、どんどん削られていくけどね。いやいや大丈夫、ちゃんと寝れてる。まあ、寝れてるんだけど。これがミニ、はい、どうぞ。あれサバミリン。サバミリン。いやいや、買ったない。はい、すいません、ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。どれ。聞いてますかね、こんなん。入れ。うん、消えてます。はい。とりあえず、この大きさは縦入れ無理だな。これ一番ちっちゃいやつどっか入る？いや、いけるいける。ちょっと待ってね。とりあえず、これがっぱい、これがっぱい。どっちがでかい？はい、入りました。入りましたね。入りました。さすがです。さすがです。やりますね。やべえ、こんなでっかいのが入りました。